毛利に囚われていた山中鹿之助が生還を果たすも、光秀に戦友との再会を喜ぶ暇間などなかった。松永久秀の謀反の企てを察した光秀は信長に警戒を促していたが、それが現実となったのである。光秀の忠心により久秀の謀反を予期していた信長は直ちに諸将を集め久秀の討伐を命じた。光秀は久秀の居城信濃山城に向けて出陣。鹿之助も光秀らに加勢すべく戦場に臨んだ。信濃山城の戦い。予感的中だな、十兵衛。お前の忠心のおかげで久秀を討つ支度はすでに整えてある。他の勢力と結ぶ前に沈めなくては。すぐに出陣しよう。いや、本当に忙しそうだな、光秀。信長様とも対等に渡り合って、昔とは大違いだ。ああ、昔みたいに俺たちと鍛錬もしなくなったし、変わったよな、光秀さん。鹿之助は寂しくないのか？ああ、大丈夫だ。離れ離れになってる間にいろいろあったみたいだけど、俺は光秀を信じてるからな。それに今は寂しがってる場合じゃないんだ。光秀は俺の想像よりずっと強くなってた。俺だって足踏みしていられないのに。このままじゃ俺はいつまで経っても光秀と。鹿之助って、なんてな。冗談だよ冗談。ほら、俺たちもさっさと支度するぞ。乱世の断り壊し尽くそうぞ。信長の道は俺が切り開く。他方面から信濃山城を攻める。我らは敵の注意を引きつつ北砦へ向かおう。俺たちは任せ、信濃山城の南門への到達を急ぐぞ。私たちは川沿いの砦の制圧に向かうぞ。任せておけ。開門。なるほど、多勢で押し切るつもりですか。この城、たやすく入れるとは思わないことです。人も止められぬと知る。向こうの砦から少なからぬ敵の気配が。開門。別動隊の動きを蹴取られては面倒だ。あの砦を派手に攻め、敵の目を引きつける。開門。任せておけ。南門にたどり着くことはできたが、門が固く閉ざされているようだ。
ました。信忠殿、片岡城が手薄なようですね。今のうちに落としてしまわれては。ウクサンだよ、よく知らせてくれた。我らは片岡城に向かうぞ。人も止められぬと知る。北の砦が苦戦している。急ぎ救援に向かわなくては。開門。全て壊そう。うまく敵を連れたようだ。やはり片岡城は手薄のようだ。これなら苦もなく落とせそうだな。今だ、跳ね橋を上げろ。奴らを孤立させてしまえ。しまった、敵の罠だったか。信忠が敵の罠に。仕方あるまい、救援に向かうぞ。開門。おお、織田勢が分断されましたか。聞いていた通りの流れとなりましたね。早く跳ね橋を下ろしてやらねえと、信忠がやられちまうぜ。討ち死に。織田殿、邪魔なあの将さえ倒してくれりゃ、俺が手下を使って跳ね橋を下ろしますぜ。全て壊そう。敵将切り伏せと。悔しいがここまでか。任せておけ。殿の腕ならば当然ゆえ。情けはかけぬ。おのれ、俺を捨て駒にするとは。敵に情けはかけぬ。兵を出しなさい。この隙に敵方の兵糧を焼き払うのです。全て壊そう。火を逃さず我らの兵糧を狙ってくるとは。だがやらせはしない。手負いの身では足かせとなりましょう。私はこれにて戦場を離れます。信忠は引いたな。久秀ごとき、俺と十兵衛のみでこと取りよう。敗北条件変更。敵は俸禄兵を出してきたか。手早く始末するな。異教老子は炎に包まれよう。全て壊そう。急げ。任せておけ。兵糧を燃やされずに済んだか。しかし久秀ってやつ、真っ先に兵糧を狙うあたり油断ならないな。ああ、火だ、火が出たぞ。何、敵方の俸禄兵は余さず切り伏せたはずだが、火をつけたのは俸禄兵ではあるまい。とすれば一体何者が。兵糧を失った今、戦が長引けば負けとなる。久秀との決着を急んぜ。どうした。兵糧庫が炎に包まれてる。
明智殿、そうか、あんたはまだ。まだまだ、シギ山城には入らせませんよ。信長の道は俺が開く。城の周りにいる将は残らず切り伏せる。光秀と信長様、まさに阿吽の呼吸だ。あれこそが相棒のあるべき姿なのかもな。聞かせていただこう。賊なし、入れ。情けはかけぬ。討ち死に。敵将討ち取ったり。すべて壊そう。討ち死に。押されているか。急ぎ味方に戦況を伝えなくては。伝令か。敵陣にたどり着く前に切る。フルはなんだか。参るか。身の程知らずね。明智殿が奮戦している。我らも兵糧を焼かれたくらいでひるんではいられないぞ。本当にすごく強くなったな、光秀。俺じゃもうお前の隣には。兵糧を焼かれた織田勢には時がない。城の守りを固め焦らしておあげなさい。行く手を阻む武将を蹴散らし、一刻も早く四季山城へなだれ込め。砦の中に敵兵がうじゃうじゃ嫌がる。これは簡単には落とせねえぞ。私は久秀に心から従っていたわけじゃない。何でもするから見逃してくれ。降伏したいなら誠意を見せてくれ。敵方の伝令を装い南門を開けてくる。わかった。やってみよう。打ち死に。見せるがいい。情けはかけぬ。義久殿を城まで無事に送り届けねば。ようやく門が開いた。城内へ進め。久秀が待ちかねていようぞ。へへ、やっぱり親父は最強だ。すべて壊そう。俺の刃から逃れられると思うな。半平、すぐに南門を開けよ。これは久秀様のご命令であるぞ。開門。刃から逃れられると思う。壊そう。敵将、切り伏せた。
れの刃から逃れられると思うな。どうした開門。敵将討ち取ったり。聞かせていただこう。お見事にございますな。失せるがいい。情けはかけぬ。私に思い残すことがあるとすれば、光秀殿、そなたを籠絡できなかったことですよ。俺は信長と共に新たな世を切り開く。それ以外の道はない。壊そう。武装の刃、全ては破壊のために。さほど期待はしていませんでしたが、やはりあの者は初めから寝返る気など、我が命を散らすべき場所はここではない。待て、久秀殿、どこへ。捨ておく。もはや奴に逃れる術などない。死に方くらいは選ばせてやろう。結局こうなりましたか。安心せえ、平蜘蛛や。お前を置いてはいかぬ。さあ、共に参ろう。久秀は理想に溺れて自滅したが、叶えられぬ理想など無意味な幻想に過ぎぬ。十兵衛、お前は俺の懐刀だ。余計なことに惑わされず、斧が刃を研ぎ澄ませておけ。そうだ、俺の刃は信長のためにある。考えるべきは未来ではなく、今俺がなすべきことだ。殿、一体何用ですか。利光、お前も感づいているのだろう。先の反乱に潜む影を。戦前、久秀殿が協力者の存在をほのめかしていた。そして実際に戦場では不可解な出来事が起きた。この織田に何者かの悪しき思惑が向けられている。それが信長の道を阻むならば、俺はその根源を突き止め切り伏せると。承知いたした。それがしも影を探りますゆえ、しばし待たれよ殿。ああ、頼む。話とは何だ、鹿之助。ああ、美月がお前の言動の冷たさを気に病んでたよ。すっかり変わっちまったってな。そうか。だが全ては信長の大願を果たすためだ。
俺の刃はそのために研いできた。鹿之助も知っていよう。とはいえ、美月を悲しませるのは本意ではない。あるいが目をかけてやってくれないか。そっか。やっぱり根っこは変わってないな。俺の信じた光秀のままだ。唐突に何を。本当はこれを確かめたくて呼び出したんだ。ごめんな、変な真似して。待ってくれ。俺はもう昔の俺ではない。天下一新のため情に流され足踏みしないと誓って。そうか。でもどんなに冷たく振る舞おうと根っこは熱く優しい。昔の光秀のままだって分かったよ。満月に誓ったあの日からお前は変わらず歩み続けて。やっぱり俺もくすぶってちゃダメだ。光秀、俺も頑張るよ。お前と同じ、いやそれ以上に。見ててくれよな、相棒。